タンポポチャンだろ。タンポポチャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。本日のメニューはうなぎ栗ご飯です。スーパーで売っているお手頃なうなぎと秋の味覚の栗を合わせて作ってみました。炊飯器で作る簡単なレシピですので、ぜひ皆さんも試してみてください。それでは材料です。うなぎ、栗、栗は甘露煮を使います。お米、うなぎのタレ、みりん、安丸だしです。安丸だしがない方は普通の顆粒のタイプのだしの素でも大丈夫です。その場合には 10g 入れてください。それでは早速作っていきます。まずはこちらですね、安丸だしを、炊飯釜に入れていきます。炊飯釜にはすでに洗ったお米が入っています。2合分ですね。はい、こちらのだしのパックを炊飯釜に入れていきます。そうしましたら次は栗ですね。栗は甘露煮を使っていきます。そしてこの甘露煮のですね、このシロップ、こちらもですね大さじ2杯、約 30g をお釜に入れていきます。このシロップが隠し味になってとっても美味しいんですね。そしたら栗を10粒入れていきます。はい、こんな感じですね。次はみりんです。みりんも大さじ2杯、約 30g ですね、お釜に入れていきます。そしてうなぎのタレ、こちらも大さじ2杯の約 30g ですね。そうしましたら次はうなぎをカットしていきます。こちらですね、1匹分なんですけども798円ととってもお買い得でした。こういったうなぎをですね、スーパーで買って冷凍して保存しておくとですね、食べたい時にすぐ食べれますよね。大きさはこのくらいでいいと思います。そうしましたら適量のお水を炊飯釜に入れていきます。お水の量は2合分きっちり入れます。お水は必ずうなぎを入れる前に入れて、そしてしっかりとかき混ぜます。そうしましたら最後に上にうなぎを並べていきます。こんな感じですね。下準備はこれで完成です。あとは普通の白米炊きでスイッチオンで OK です。はい、炊き上がりました。見てください、蓋を開けた瞬間からうなぎの香りとこのお出汁のね香りがすっごく広がってとっても美味しそうです。早速このうなぎを見てください。炊き上がったばかりのうなぎですけども、とってもふっくらしてるんですよね、柔らかくて。それでは早速盛り付けて食べていきましょう。はい、こんな感じで盛り付けてみました。彩りにさやえんどうをねちょっとあしらってみましたけども、栗もしっかりと炊き上がってますね。ちょっとねこちらの色物を外してうなぎから早速食べていきます。うなぎはすごくふっくらしているんですけども、ただねしっかりとしてほどほどのですね歯ごたえも残ってる、そんな感じです。そして何よりね、蒲焼きのね醍醐味でありますこのうなぎの皮の部分ですね、こちらはしっかりとね硬さを保持してますのでね、炊飯器で炊いても蒲焼きの美味しさも残っている状態です。とっても美味しそうですよね、見てください、こんなにふっくらしてます。それではいただきます。もうパックのねうなぎとは思えないぐらいやっぱ美味しく変身しますよね。そしてこの栗、栗もね一緒に炊くとねホクホクして美味しいんですよね。栗の甘みとうなぎのタレの甘みがねちょうどマッチするんですよね、美味しいです。ですのでこの炊き込みご飯でうなぎと栗の相性、これはね実は抜群なんです。見てください、美味しいです。ぜひ皆さんも試してみてください。うなぎと栗のご飯でした。ということで本日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。そしてタンポポチャンネルでは皆様からのリクエストもお待ちしております。ぜひコメント欄に入れてください。ではまたお会いできたら嬉しいです。